やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。やば！今知ったわ。やば！やばいやん！こんなになってるんだ。石川の方なんだ。わぁ。なになになに、どういうこと？なんで配信切れてんの？え、なに？何言ってんの？おかしいおかしい。え、それはね、それはおかしいよ。何が不謹慎なの？避難するやろ。いや、避難するやろ。そこ、そんな心配する？配信優先する？おかしくない？言ってること。何言ってんの君たち。バカなの本当に。やべえ、ロール配信見てって言ってさ、家にこもるやついねえだろ。え、でな、お前。いや、おかしいだろ。いや、おかしいだろ。なんでそんな風にやってんの？これでさ、いや、他の配信知らないけど、他の人が配信やめていったらマジ良くない流れで。いや、俺はそれはおかしいと思うね。好きなことやっていいだろ、別に。ねえ。賛否を覚悟する？これでなんか、火になってる人、そもそもなんか別に俺の配信普段から見ねえだろ。大丈夫や。普段から俺と話してるやつは多分ここで配信やめようと思ってない。そんな、なんか、あんま話すのよくないけど、暇な時にさ、普段配信見てる人がさ、ツイッターして見たらさ、その人たちの気使ってるとか言ってさ、誰も配信してなくてさ、空っぽだったらさ、え、何ってその人たちはなんない？え？こいつは私たちが食らってる場所なのに、配信してんの？何してんの？っていうやつより、絶対なんかさ、配信空っぽになっちゃってる方が、え？なんか、テンパらない？ボットの役割って、ロールの初心者の方いますか？昨日始めました。なんかわかんないことありますか？いや、河川さんすごいね、これは。河川の兄貴やったな。素晴らしいな。いや、でもメンタリティの話をしようかな、俺は。ロールは。やっぱり。操作方法とかも大切なんだけど、このゲームって、ミスしない人いないんだよね。これ、すごいゲームで、世界大会優勝した最後の一戦にも40分とか30分のゲームの中で一回は何かしらミスってる。で、それが見えちゃうゲームだから。お前がフィードしてるとき、他にも違うサムライズリフトでフィードしてるやついるし、お前のことをなんか思ってるだろうなってやつも他のサムライズリフトでフィードしてるし、このゲームでミスを犯さない人はいないし、フィードしたことない人はいないし、頭がおかしくなんない人もいないんだよね。これすごいことで。誰もが、ティルトすんだよ。ティルトっていうのはその、ミスを犯し続けて、なんか正常な判断ができないことをティルトって言うんだけど、絶対なるから！なんかティルトしてない人からしたら、そのティルトしてる人を見ると、バカなことをしてんだこいつって思うんだけど、インゲームで、そのティルトしてる状況ってもう誰もがなり得るから、とやかく言ってくるやつは無視でいいよ。言ってくる人が 100% 悪いってことだけ覚えておいて。自分のことを棚に上げてる。マジで言ってくるやつがない。トロールとティルトってやっぱ違うんだけど、わざと負ける風に動くのは違うんだけど。で、そのゲームの中で、プレイが悪かったから暴言言っていいっていうのもおかしいからね。それ理由になってないから。とりあえず言ってくるやつが全て悪いからね。なんか言ってきてる奴がいたら、なんか心に来るんじゃなくて言ってきてんなってお前がバカにしてやりな。ロールの画面固定問題かー。あるよね。でも画面固定はね、外した方がいいんだよね。理由を教えてあげようか。初心者の方を河川さんがちょっと増やしてくれたんで、僕もお手伝いしようと思います。操作が難しいってのはあるんだけどね、画面のその、動かし方とかさ。固定の方が難易度が高くなっちゃうんだよね。みんなが思っているようなとこだよね、まずは。敵と、対面してるとき、三つ回ってるときに、画面のこっちが全部無駄じゃん。こっちに敵いないの確定してるのに。まずこれは、まあ、画面ごとみんなが思ってるネックポイントだよね。射程が、この画面外に行くキャラとかいるわけよ。例えば、ゼラスとか、バルスとか。もうここら辺までキャラが届くキャラクターっているわけよ。ここら辺まで。
で画面固定だと実際困ったりするから。ミニオンが出撃しました。画面固定はおすすめしない理由はそれだ。もうそれが一個あるんだけど、あとのもう一つ超でかいのがあって、フラッシュインから敵に突撃するシーンってめちゃめちゃあんの、このゲーム。敵がここにいるでしょ、フラッシュインしてドンじゃん。敵の位置変わんないってことを覚えておいて、画面固定をしないと。で、画面固定にしますね。フラッシュしますよ。はい。敵の位置変わるでしょ、こうやって。だから、エイム力が必要になっちゃうんだよね。こう、その、行動一つ一つに。このフラッシュで自分が移動した分、敵も動くじゃん。ずれんだよね。それが、難易度がバカ上がる。このロールにおいて。で、これが集団戦中にやるってなると、5対5のスキルがぐっちゃぐっちゃ、わけわかんない中で、画面固定、フラッシュイン。敵どこいんの？ミスることがめっちゃある。例えば、さっき、俺がさっき使ってたイレリアっていうキャラクターも、ミニオンがこうやってたくさん溜まってる時にさ、ファームをするとき、ミニオンを倒すときに、Q をキャン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 ってここで押すだけなの。でも、画面固定だと、もうイレリアの、その画面固定についていかないといけないから、画面ガク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 ってなるの。そういう操作面を実は難しくしてしまうのが、まあ画面固定。で、ADC っていうキャラクターでさ、通常攻撃で敵にダメージを出すキャラクターがいるって言ったじゃん？画面固定をしてなければ敵の位置が動かないから、こうやって動きながら攻撃するのが簡単なんだよね、こうやって。で、次が画面固定をした場合。もう敵の位置も動くやんね、こうやって。で、プラスして本番だったら、これ敵も動くから。自分のキャラクターが移動した分、プラス敵のキャラクターも動く分を、エイムとかで、まあ、カバーしないといけなかったりする。超上手くなってくると、集団戦の時に画面固定をわざとする人とかいいんだけど。初心者の頃はね、画面固定はマジでおすすめしない。その画面が、無駄なところが生まれるっていうのと、例えばこいつと戦ってたりさ、するのにさ、ここら辺に敵いるかもしれないじゃん。ここに。ここに。でも見えないやんね。ほら。カーソルを持ってって画面を移動するって慣れないんだけど。すぐ慣れる。マジで一瞬。10戦もしたら慣れるから。まあ、ロールを今後楽しみたいんだったら、そっちの方がベストでもあるし、強くなりたいっていう向上心になる人だったら、そっちの方が楽。お前らタルコフやってんの？心臓持たなくてやめた。そうやね。タルコフってだってフィドル乗るといつも食らってるみたいなもんだもんね。でも実はちょっと、配信外でやった。ダメだった。なんか、あのさ、あの、イケアみたいなとこあんじゃん。イケアみたいなところ。で、湧いてさ、3分ぐらいで頭ポーンって抜かれて終わって。これゲームなんてなって。荒廃して世の中になってゾンビとか出てきたらイケアに、いや、なんないと思うよ。俺もう、あの、ウォーキングデッドがマジでリアルだと思う。ウォーキングデッドっていうさ、あの、ゾンビを題材にした海外の長編ドラマがあるんだけど、刑務所ってさ、出られないようにするようなところじゃん。でも逆にしてさ、自分たちが刑務所の中に入ってさ、ゾンビから身を守ってたんだよね。刑務所をホテルにしてたんだよね。おもろいよね。その設定クソおもろかった。ゾンビの世界はね、俺も大好きなんでね、想像するのが。だからゾンビゲーハマるんだろうな。俺はゾンビの世界行ったら絶対一番最初の方に死ぬタイプだから。ロマンチストな面があるから、その、ロマンチストの方向性が、綺麗に死ぬっていう方を選択するかもしれなくて。彼らの犠牲の上に、自由なんか綺麗な死に道があったら全然死ぬ気がするし、俺。もう下の気が変え、いや、俺そういうのは全然抵抗ないよ。あれ、そこが共感できないんだよね。なんか恋人が噛まれたとかさ、母親が噛まれて、うわ、殺せない、どうしよう、うわーバーンみたいななんじゃん。全然殺せる、俺は。ああいうのはいけちゃう、俺。シャヤさんは食料食べるから早めに退場してもらわないと。デブキャラはなー、殺した方がいいよなー、ゾンビの世界は。コスパが悪いよね。てか俺ゲーマーの中で味方にいたら絶対早めに殺しておくっていうのはゼロスだよね。俺あいつがなんか一緒に過ごそうなんてゾンビの世界だったら絶対殺す。でも分かるでしょ、もう一目散に殺す。
おい、そりゃ球の中や。いい命なんじゃない。俺イレリアガチで使えてきたな。おい、あー死ぬなー。あなたのチャンピオンが倒されました。最後まで生きてほしい配信者。うわ難しいね。猫麦とろろかな。俺普通に猫麦とろろ生かすためだったら俺が死ぬわ。死んで、なんか、生きてほしくない、そのゾンビの世界で配信者ってもうたくさんいるけどね。なんか、シンジとか生きてたらさ、尺に触んない？ケンキシンジラインがさ、長生きしてたらマジ尺に触るよね。嫌じゃない、単純に。気分悪くない、そう。ゾンビに殺されたって言って俺が殺すわ。俺が手を下すわ。その時は嘘ついて。リオンの死に方、あれだろ、ガンツのセックス依存症のやつだろ。完全に。ちょっと強えの、ちゃんと当たらないように、当たらないように。怖いよ怖いよ、めっちゃ怖いよ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 。ヤマキ怖いって、それ。死んだらドラゴンやって。 OK、 自分は飛んだファインプレーすぎる。いや、キャミン、キャミン、絶対キャミン、これ。このファイトキャミンだよ。エンディットじゃない？パンテオン！すごいねー、君。こんなに活躍してるパンテオンサポートみんな行って。